次世代の通勤電車の登場です。 JR 山手線の新型車両が完成し、報道関係者にお披露目されました。新しく山手線に導入されるのは E235系です。デザインはこれまで帯状に入れていた緑色のラインカラーを、設置が進んでいるホームドアが閉まっている時も見やすいようドアの部分に入れました。車内にも特徴があります。紙の中吊り広告が姿を消し、荷物棚の上には液晶画面が並んでいます。この画面に映像広告を表示します。例えば3つの画面をですね、トータルで、広告を作っていただくと、いろんなこれまでにはない可能性を秘めていると思いますので、さまざまな試みをですね、行っていきたいと思います。またこれまで先頭と最後尾の車両の2カ所しかなかったベビーカーや車椅子用のフリースペースをすべての車両に設置、優先席も増やすなど、さまざまな人が安心して使えるよう配慮しました。新型車両は今後走行試験を行って、今年秋から営業運転を始める予定です。